雪ですよ、雪。うちの子供の小学校は閉鎖になりましてね、今日金曜日なんだけど、閉鎖にしなくていいんじゃないのって思うんだけど、なっちゃったんですよ。これね、ね、なんだっけ、寝跡まだついてる。ここまだ寝た時の跡がまだついてる。この恐竜頭ないやんけ。Oh, that's daddy's dinner? Yeah. Okay. And mommy. Okay. And mommy. Hyōza みたいな。いいよ。いいよ。Eat? Yeah. こうやって。こうやって。美味しそうですね。Daddy, eat.今外で遊んでおります。でも雪で遊びたいのに雪がふわふわしすぎちゃってて、全然あの雪だるまも作れないしっていう感じ。もう超綺麗。ニュージャージーに行った時はもうすごい雪降ってたし、うちの地元は新潟だから雪すごい降るんだけど、結構バージニアがここまで雪降るのは珍しいみたいですね。お医者さんに行ってきます。もう、あ、前髪もっと切ってよ。この間より量増やした。この間のやつ量少なかったから、もうちょっと上から足してってやって。またおっぱい詰まっちゃった。もう最悪。おっぱい詰まってたよ。もうちょっとちょっとでも野菜サボるとすぐ詰まるんだもんね。ほんと、もう野菜サボってたからさ、それ詰まっちゃったよ。痛いよ。このさ、私のプライマリードクターが、ドクターじゃないね、あの人はナースの頂点の人だと思うんだけど、多分ドクターではなくってナースの頂点の人、なんかナースで薬とかも処方する
あの許可がある、ほらいるじゃんそういう人。なんだよ、あ彼女さすげえあれだ、私がふざけて喋りたくなるようなこう感じなの私がなんか、私ねこういう感じの人弱いんだよ。あのすっごい優しそうで、でこうなんていうのかな、マイペースな感じでさね、マイペースな感じで、でホワンとしてる人弱いんだよね。弱いっていうか好きなの、そういう人。ほら心地いいじゃん隣にいると。でこのさ、お医者さんがさキンバリーって言うんだけど、そのキンバリーさんがめっちゃそういう感じで、私がすごい心地よくなっちゃうもんだから、ふざけたりとかし始めようとするわけ自分のあのアホなさ自分が出てくるわけよ。あちょっとなんかふざけたくなってきてるなみたいな。この人すごい優しいし、なんか言い方とかすごい心地いいし、なんか柔らかい感じで